藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日はこの動画はいつもとちょっと違う企画をやってみたいと思います。それは何かというと2023年、日本映画私が見たもの大体 4,50 本くらいなんですけども、これは意識的になるべく割引券等を駆使しながらですね、一生懸命、なるべく見るようにしてきたということがありまして、そのまとめをやりたいと思っています。思い出していただけるとありがたいんですが、2023年は前半はまだコロナウイルス、新型コロナが、2類相当ということで、特別な病気ということで感染症ということでいろんな制約がありました。その中で、日本でも映画を立ち止まらず作り続けた、作ってる間はおそらくコロナウイルス時代なんですけど、コロナの制約があった時代だと思うんですけども、その時にいろんな映画を作られていらっしゃる方々がいて、 できれば自分なりに、そちらを応援したい、高みから言うような言い方をしているつもりはないんですが、少しでも応援することができれば、それは何かというと一般の人たちがそれを話題にしていくということだと思ったので、いろいろご批判も受けましたが、それから経済的なダメージももちろんありましたが、私としては一生懸命見たものに関して嫌だなと思ったらもう喋らないことにしようと決めて、ずっと、見た後ですぐに動画を上げるという形を取っておりました。中には猛烈なご批判をいただいたこともあります。かなり感情的だなと思った方もいらっしゃいましたけれども、私としては、それが純粋かどうか皆さんのご判断に任せるしかないですが、やっぱり物を作るということはお金もかかるし、人でもいるし、人がいるからお金がかかるとも言えるんですけども、そういう中でやってるものに対して、映画だけじゃなく舞台とかでもそうですけど、物を作ったものを見てる人がいる、そしてこう思いましたよというレスポンスがある、こういうことがすごく作ってる人を励ますことになるんじゃないかと思いまして、この動画をずっとやってきました。新しい映画というシリーズの動画をやってきました。でその中で、7月8月くらいちょっと体調を崩して、せっかくだったな、見たかった映画も見れなかった部分はあるんですけれども、その中で見るたびに潰すこと、それから自分が批判することに目的があったわけじゃないんで、嫌だったら喋らないで、って思うものでもなるべくいいところを見つけて喋るという、昔いらっしゃった淀川永春さんみたいな方向からやろうと思って喋ってきたわけです。で、1年間過ぎました。私が見逃したもの、特に私は田舎の方にいますんで、小劇場系のものはなかなか見る機会がなかったんです、残念ながら。それなりの大きな資本に乗ったか、小劇場から始まって大きな資本の方にこう取られて公開されるというところで見てまいりましたが、そういうものを見てまいりましたが、そのことに関して2023年の終わりに自分なりにもう一度敬意を表したいと思います。でまず最初に申し上げておきたいこととしては、この2023年いろんな映画を見せていただきましたが、みんな頑張ってるなというふうに実感することが多かったということはお伝えしておきます。それでは参ります。大雑把にタイトル言うと、2023年日本映画を見て感じたことというタイトルでお話をさせていただきます。2023年の日本映画を見て感じたこととしては、先ほど来何回かお話をしてますが、困難な状況の中、たくさんの人の工夫と努力でたくさんの映画が作られ続けたこと、これは明るい、希望だったと思うんですね。映画だけじゃないです、舞台でもそうだし、私大学時代そういうところ、そういうことを好むというか、そういう活動をする人たちがたくさんいる大学にいたもんですから、今でも下北沢とか新宿とかその辺りたくさん、そういう人たち、多分今でもやってんだろうな、商売にもなんないのにと思う子たち、頑張ってほしいなと思ったり、自分自身はそこから外れてきたもんですから、ちょっと自分としてはこう自分を責める気持ちにもなったりしましたけど、やっぱりこういうものが作られ続けるって重要ですよね。それから
もう一つ感じたのは、マイナーな作品の中に明確な主張を持ったものがいくつかありました。今回2回に分けてお話をしますと言いましたが、1回目の前半のこれは実はその40数本のうちの映画について今もう一度、お話をしておきたいものを順番に、40数本全部いきます。ただし中でも特に、これ良かったですよ、おすすめですよというものに関してはこの次の動画別枠にして11本お話をしたいと思いますが、この40数本の中でもどちらかというとマイナーな資本の中でやっている作品にとっても面白いものが混ざっていた。これは今回と次回のその動画の方で、コラムの方でお話ができると思います。で、逆に2023年で物足りなかったことと言いますとですね、基本的に批判するためにやっているものでもないですから、そういうことを言うのは避けてきたんですけども、まとめとしてどれがじゃなくまとめとして申し上げると、メジャーな会社テレビ局とか大資本の作品にはおそらくタレントパワーだけで突っ走ったな、中身としてはこの俳優さんの魅力だけでやってるのでちょっとね作品としてはと思うようなものも大きな会社ほどありました。こんだけお金かけてってことはたくさんの人が動いてるのも事実なんだけど、こうなっちゃったかなって正直思うものも多かったです。それから2つ目、地面を掘り返すものが多かったな、随分、いくつかありました。何かの証拠を集めたり探したりするのに、土地が汚染されてるはずだからとか土地に何か隠れてるはずだからとほっくり返し始めるんですよね。これはだからコロナの時代だからというのはあったかもしれません。掘るだけですからあっち行きこっち行きいろんな人に話を聞きとかとかできなかったかもしれないな。だから苦肉の策としてこれが出てきたのかなとも思います。それからもう一つ、時代劇はもうちょっと活性化してほしいなと思っています。いくつか時代劇のものも見ましたけれども、コメディもコメディにちょっとなりきれてなかったり、あとはこれ殺伐としすぎじゃないかなと思ったりとかいろいろありました。で、大きな傾向の4つ目です。2024年につながる方向性、明るい方向性として私が思ってたのは、今回2023年の映画で男性の主人公もしくは男性の中心人物が女性に自然な敬語で話しかけるものが好感度が高かったように思います。これも、それのほとんどは、次回の、後半の動画、その特別な11本という方に入りますけど、役者の名前でいくとおそらく鈴木亮平さんが演じてたりするものっていうのはこう敬語で話しててそれが形になるというところがすごく現代的にこう皆さんの共感を得られるのかなというふうに感じました。それから女性のアクション需要、残念ながらリボルバーリリーってちょうど私寝込んでる時期なんで見れなかったんですけど、綾瀬はるかさんすごいですよね。あの人身体能力めちゃくちゃ高いんですね。感心しました。それから後半の映画の11本の方に出しましたけども、女の子は若い女性が2人でアクションをしていく、もちろん男性も入ってきますけど主役は若い女性であって若い女性のアクションを見せたいんだという明確な主張がある映画、面白いものもありました。やっぱり女性のアクションというのも今後の日本映画非常に重要になってくるのかな。特にできますからね彼女たちは。で、これから40数本の映画の話を順番に短くしていきますが、中にはタイトルだけ言ってそのままスッと通すものもあります。まあそれぞれの動画、それぞれの映画はなるべく公開時すぐ見に行ってまだ映画をやってる最中だからストーリーとかには触れずに喋ってるというのが今でもこの新しい映画という方の再生リストに残ってると思うんですが、気になる方はそっち見ていただいて、それ以上今振り返って何かを加えたいというものに関しては喋っていきます。それ以外のものに関してはタイトルをちょろっと言うだけっていう感じになりますのでご了解ください。
で、もともと私こういうフライヤーをもう意識して集めるようになったのは2月からなんで、なかなかこのフライヤー、まあ、チラシを手に入れられなかったものもあるので、そのチラシが手に入れられなかったものについてまず最初にお話をします。まず最初はですね、一系のカラス、これテレビでやってたもんですね。竹野内豊さんが主役で、脇で、黒木春さんかな、いい味でした。大友義文さんとお読みするのかな、すいません、ちょっと監督のお名前読めないんですが、レジェンド&バタフライ、はい、これは綾瀬はるかさんが素晴らしかったです。それから、レッドシューズという映画、こちらは北九州の景色、朝比奈彩さんというモデルさん、出身の女優さんが一生懸命演じてらっしゃいました。私としてはその北九州の映像をもっと見せてほしかったなと思った次第です。舞台が北九州ですから。で、ウィニー、ウィニー騒動のウィニーですね。これは主役の東出さん、いろいろ話題のあった方ですけれども、なかなか上手に演じられてました。次、宇宙人のあいつ、これはバナナマンの日村さんが主役で、主役の方でしたけども、まあギャグは豊富にあって、まあ、女優さんたちなんかもうまかったんですけどね、というところです。最後に最近の、これはドキュメンタリーなんで劇映画じゃないんですけど、前田明監督のノー選挙ノーライフ、ノー選挙ノーライフ、選挙ジャーナリストの方のお話ですね。これ非常に興味深かったです。特に最後に沖縄知事選とかが出てくるんですね。これがなかなか面白かったという記憶があります。選挙って本当は泡沫候補と言われた人たちにも、あるいは弱小の政党から出てくるような人たちにも、やっぱそれぞれを主張があるんだなってことを感じさせてくれます。さて、では主だった映画の方行きたいと思います。仕掛け人藤枝梅安、これ豊川悦司さんが藤枝梅安、池波正太郎ものですね。時代劇チャンネルの記念、25周年記念で作られた映画です。最初の作品は天海祐希さんが重要な役で出てきます。豊川悦司さんと片岡愛之助さんが出てくるところの、まあ、照明の作り方がすごく綺麗だなと思った記憶があります。霊楽、これは竹中直人さんが監督、俳優の竹中直人さんが監督をされています。斎藤工さんとか趣里さんとかが出てらっしゃいます。少女は卒業しない、これはなかなか私くらいの年代のおっさんからしてみると、何をそんなに悩んでるって聞きたくなるような感じがありますが、何よりもどうやら山梨県の田舎の方でロケーションした4人の女の子たちが卒業を間際にしていろいろ揺れる気持ちというのが描かれていると。そう、揺れるのを先ほど申し上げたように、おじさんの立場から言うと、うんって思うような面はありますが、そう思っちゃいけないでしょうね。とにかく4人の女の子たちを中心に、その女子高生の子たちをそれぞれ可愛く綺麗に撮ってるという思いは感じられました。はい、こちら池井戸潤原作、阿部サダヲさん主演のシャイロックの子供たち、金融ものです。これフライヤーじゃないんですけど、チラシじゃないんですけど、その時もらったやつで、ちぎらくんが甘すぎる、なのにちぎらくんが甘すぎる、アイドル映画です。このハンサムなお兄ちゃんが、彼がなにわ男子なのかな、大人気ですよね。これはこれで、こちらの畑芽衣さんとおっしゃったと思いますが、この若い女優さん、多分子役かなんかから上がってきた人だと思いますが、こっちの彼女の芝居で持たせてます。別に彼が下手だということではないんですが、あ、こういうふうに撮るんだと、今の美少年ものってこういうふうに撮るんだっていうふうに思った次第です。私の幸せな結婚、これ大変人気があって、スノーマンの目黒蓮さんという方が主役、それから、その相手役に今田美桜さん、非常に可愛らしい女優さんですね。私が興味あったのはこのセットの作り方と衣装の、撮り方、
塚原あゆ子監督という方が監督さんなんですけども、まあこれ、目黒蓮の美しさを極めて撮ってるというのもあるし、相手役の今田美桜のチャーミングさも極めて撮ってるんですけど、舞台背景がなかなか面白い、近代日本のいろんなもんがごちゃ混ぜになった、悪口じゃないですよ、むしろ私はすごい面白いなと思って見てたんですけど、日本のその軍部とか政治の世界観というのを出していきます。まあやっぱり今田美桜のチャーミングさが素晴らしかったですね。ネメシス、これ日本テレビの日本テレビさんの映画らしいですね。ロストケア、ロストケアというのは、まあ開けるとこうなってまして、こちらは松山ケンイチさんが大量に人を殺める介護士の役で出てきます。ただ介護という施設は先ほど紹介しましたレッドシューズもそうなんですが、少しドラマを雑に作りすぎだなと思う点はあります。長澤まさみさんさすがにお綺麗なんだけども、どうも松山ケンイチさんの芝居のひょうひょうとした怖さっていうのだけ感心して私は見ていました。仕掛け人藤枝バイアン2、こちらはですね、まあ、椎名桔平さんが重要な役で出てきますが、ちょっと殺伐としすぎじゃねえかと。もともと仕掛け人仕事人ものっていうのはそういう殺伐としたところがあるんだけど、そんなにやんなくてもいいんじゃないかなっていうちょっと心配になるところはありましたが、ストーリーとしては1より随分分かりやすいです。で最後にこの先につながる鬼平さんとかが出てきますから、ちょっと次もあるんだろうなと期待しています。次はビレッジ、横浜流星さんが主役です。まあ、こちら田舎の方の、ね、同調圧力を扱っていらっしゃいます。東京リベンジャーズ、こちら実は2もあったんですけど、決戦と運命で最初の運命という方を私見ました。で決戦も見ようと思ったんですけど、その頃だいぶ体調が悪くなってたので見逃しました。日本のハンサムな若手俳優ってこんなにいるんだなっていうふうに思いました。銀河鉄道の父、これは宮沢賢治のお父さん、銀河鉄道の父というのは銀河鉄道を書いた宮沢賢治のお父さんを役者広司さんが演じられています。まあ、リアルな話ではないと思いました。ドラマとして、作り込んであります。これが結構意外だった、推しが武道館行ってくれたら死ぬ、たまたま時間があったので入ったという感じなんですけども、まあ何にせよ若い、今回は女の子たちのグループ、それを応援する子として、これが非常に綺麗な方で、ジャージ着ているとそれを殺してやってますけど、彼女自身が一番美人な感じなんで、まあ不思議な映画になってんなと思いましたけど、何にせよ一生懸命頑張ってる若い男の子でも女の子でも、必死でやってるってことは重要だな、やっぱりそれなりに胸を打つところはありますよ。で今度はこの逆で、おじさんおばさんたちが一生懸命やるのも結構胸を打つと。ただ作り物としてはドラマとしてはごく普通の真っ当なホームドラマみたいな作り方になっています。藤田達也さんが主演です。次は岸辺露伴ルーブルに行く、ルーブルへ行くという映画です。これもテレビだったんですかね。岸辺露伴は動かないの岸辺露伴はルーブルに行くだったと思うんですね。元々の岸辺露伴は動かないというドラマの映画版、ルーブル美術館の裏っていうのが出てきまして、なかなか興味深かったです。高橋一生さんが何を考えてるかわからん人の役をずっとやってましたけども、続きまして大名父さん、大名父さんは今もう売れに売れている神木隆之介さんが主役で、相手役ヒロイン的に杉咲花さん、佐藤浩市さんが重要な役でも出てきますが、まあ、私としては皆さん面白いんですけども、これだけの俳優さんが、俳優さんのそれぞれの達者な芝居を見て、それをオムニバス的にこなしたという感じかなと思いました。
でこのあとしばらく私具合悪くなりまして、今度9月になります。こんにちは母さん、山田洋次監督です。山田洋次監督と私あんまり肌が合わないんですけれども、今回はあの吉永小百合さん、まあ、お年のこと言っちゃ失礼ですけど、お年のことを考えると本当に化け物のように綺麗ですよね。に対して、その吉永さんとダメダメな大泉洋さんと工藤官九郎さんで、その日本家屋の感じが素敵だなと思った次第です。ミステリーという流れ、これはこれで楽しめました。菅田将暉さんの主演の作品です。なんか新沼家の一族を彷彿とするような感じです。主役をやっている女の子、原菜乃華さんというのかな、原菜乃華さん、彼女がなかなかくせ者で、あ、この人ここから伸びてくる人かもなと思った次第です。続きまして、これは後にします。ゆとりですが何か、あ、これも見ました。お前の罪を自白しろ、これ中島健人さんというあのジャニーズの今スマイルアップですかね、言い方変わったのか、スタートエンターテインメントでしたっけ、ごめんなさい違ってたら申し訳ないですが、あの時ポスターとかがちょっと彼のところだけいじられてたりするようなことがあって、そんなことしなくてもいいのになと思った記憶があります。翔んで埼玉、もう作ってるところから翔んで埼玉の2、盛大な茶番ですっていうところから始まって、まあ、何としても見る人を楽しませようという迫力は感じました。北野監督の首です。こちらも、まあ、本能寺の変の新解釈で、あ、こういう解釈もあるなと思うんですが、私としてはあの怖いものとかあんまり好きじゃないものですから、あの首がコロンコロン落ちるのがちょっと怖かったという記憶はありますが、やはり北野監督らしい新解釈で走ってらっしゃるなと。愛に稲妻、愛に稲妻もこれも名手、監督さんが石井雄也監督で、この愛に稲妻、この役者さんたちも癖が強い人が揃ってますし、これはこれで大変面白く感じました。特に人が映ってないショットの使い方がうまいなと思った記憶があります。ここからちょっと劇映画から離れていきます。まずは今回、多くのものを見ることができました月一歌舞伎、こちら特別なものが多いんですが、特に、私が感心したのはやはり坂東玉三郎氏と、中村勘三郎氏、お亡くなりになりましたけど中村勘三郎氏のご活躍、なんとかして一般の人に見れるものに歌舞伎をしていくんだという迫力。勘三郎さんのやつはどれも外れがありません。玉三郎さんのやつはあの相手役とストーリー自体がどうかなっていうところがあります。私は獅童さんが相手してるやつは割と好きです。團十郎白猿、今の昔の海老蔵さんのやつはちょっとたるいかなと思う時も正直ありました。月一歌舞伎、7、8本見たのかな、でもあの結構楽しく見ることができました。石巻の津波の裁判、大川小学校という津波で大変な思いをした小学校の裁判を描いた生きるドキュメンタリー映画です。これはもうどなたがご覧になっても映画というところとはまた別のところも含めて強い、感動があると思います。で、ちょっと時間がなくなってきたんで急ぎます。洋画で胎児、これすごく面白かったです。4人の人の俳優さんの芝居が実にうまいので、それからオットーという男、パリタクシー、それからここに、フライヤー持ってませんけれども丘の上の本屋さんというのも面白かったです。さて、そういう中で今年最も、活躍したなと思った俳優さんちょっと言わせていただきます。男優では鈴木亮平さん、それからめぐみさん、鈴木亮平さんは東京 MER、 それからエゴイスト、めぐみさんはいろんなものを出ていらっしゃいました。霊楽、許し、それからこの間の愛に稲妻、久保田正隆さんは湯道で、なんか奇怪な存在感だなこの人と思ったんですが、愛に稲妻でも講演されてましたので、この人のお名前も挙げておきたい。宮沢ひよさん、エゴイストの講演とレジェンド&バタフライの明智光秀役、見事だったと思います。
で、女性のアクションものとして高石あかりさんと伊沢さおりさん、これは後編で、お話しますが、11本の特に優れたものというところでお話をします。「ワルキューレ」という映画で大変に見事なアクションを見せてくれます。中村獅童さん、これはシネマ歌舞伎もありますし、北野監督の首での公演もありました。それから「ヴィレッジ」も確か出て舞を回れてたと思います。津田寛治さん、これは首と「さよならホヤマン」の脇の見事さ、そして中村勘三郎氏と坂東玉三郎氏のシネマ歌舞伎を通しての大活躍に心から楽しませていただいた次第です。今年の映画を見たもの、私が見た範囲の中だけでさささっとお話をいたしました。何を言ってた、藤谷違うよとか、あれが抜けてるやんけという、ご指摘もあろうかと思います。それは私に対する怒りは怒りでいいんですけど、それ以上にね、こういうのもありましたよとかいうのをこのコメントで入れていただくと皆さんで共有できますので、怒りを抑えろとは言いませんけど、まあ建設的な方向に持っていっていただければと思います。まずは全体の感想として、そういうところを今言ったようなところでお話をさせていただきました。次はですね、特に優れた10本のプラス1本、最後にパーフェクトデイズが加わって11本の、実はショートでずっと出してはいるんですけど、年末、こちらをもう1回振り返ってみたいと思いますので、ぜひ次は明日公開になりますので、明日もご覧いただければと思います。2023年の日本映画を自分が見た範囲での感想を言わせていただきました。長くお付き合いいただいてありがとうございます。明日もできればご覧いただけますようによろしくお願いいたします。いろんなご意見はできるだけ建設的にコメントでお願いいたします。それではまた明日お会いしたいと思います。失礼いたします。